高く舞う鳥たちを見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今も天の神様は鳥たちを養ってくださっていますな。心配などいりません。私たちの国籍は天にあります。いただいた宝を天に蓄えましょう。だから神の国とその人をまず地に求めましょう。それに加えてこれらはすべて与えられます。道端に咲いているのの花を見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今も天の神様は野の花を着飾ってくださっています。なんと大きな恵みでしょう。だから心配などいりません。私たちの国籍は天いただいた宝を天に蓄えましょう。だから神の国とその人をまず第一に求めましょう。それに加えてこれらはすべて与えられます。安らかに召されゆく人々を見てごらん。その姿はなんと美しいことでしょう。今も天の神様は人々をあがなってくださっています。なんと大きな恵みでしょう。だから心配などいりません。私たちの国籍は天に